マイベーベーのマイラジオイエーイキューティクルお肌もちゃっちゃマイベーベーのリーダーちゃひめです。一発いくかーい、マイベーのりでーす。 Nice to meet you, ミルキークイーンです。わーイエーイ。いや今さちゃんのでやってるじゃないですか。だから頑張れリーダー。違うよ、びっくりしたの。普段さラジオ撮ってるじゃん、めっちゃ自分うるさいからさ全然二人のこと気にならなかったんだけど、うん、めっちゃうるさいですよ。まあまあうるさいですね。でも気をつけたらね、せやへんめもうるさいよ。そう、三人うるさいから。そうなの、やっぱり失って初めて気づくもん。うるさかったんだって。そうそう、じゃあ今日あのさ、じゃあ今日あんま声出ないからちょっとマイクにすげえ近く喋ってるけど、うん、そうそう、私たちはこれぐらいの距離の方がいいかもしれない。あ、もうちょっと離れた方がいいのかな。私多分せいちゃんの声かき消されると思うんだよね。二人だったっけみたいな。そうだよね。じゃあちょっと離れましょう。いいよ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 。そうさ、無駄にさ、無駄にこの中のバイノーラル。ああ、そっか、逆に私たちもここでちょっと話してみる。そうだね。いいですかいいですか、じゃあ、え、私、待って、私、左、うん、左、あ、そういうこと、あ、そういうこと、右じゃない、あ、右、右、右側じゃない、はーい、あ、でも、はい、ちさい、待て、普通のボリュームやん、待て、そうじゃないから。やったことなかったっけ。いや、あ、いつも ASMR やってるから、うん、やってる、そのボリュームなの、このボリュームでやってんの ASMR。 あ、なるほど、こういうボリュームで、あー、うん、オッケー、で最初に声見ないでどうぞ。どういうこと、え、なんか静か ASMR っぽくみたいな。皆さん、こんばんは、声見ながらです。え、もえしさ、家でそれやってんの。やってない、めちゃくちゃうるせえよ。これ続かないでしょ、1時間も。え、聞こえますじゃん、そういう感じ。聞こえるんで、でもバイノーラルってこういう感じだよね。そうそう、こういう感じ。ほらちょっと待って、つやちょっと一回イヤホンして聞いていい？じゃあ、ミルちゃんやってみる。あ、オッケー。ミルキやるの。つや姫、ヘロー。どんな感じ。あ、セクシーセクシーではなかったでしょ。いや、どちらかというと、ほら魔女みたいな感じ。ほらのつもりでした。ほらつもりかよ。なんでセクシーって聞いたんだよ。試されたんだけど、どっちみたいな。いや、バイノーラルで遊んだけどね、うん、この番組はですよ、あの、あれですよね、はい、おのおのの企画を持ってきてそれをね、やっていく番組。そうですね。ちょっと久しぶりだから超適当じゃん、つやちゃん。今もう声も吐きがないしね。やっていくみたいな。本当に今日はリーダーっぽくですね、うん、やっぱり、うん、リーダーっぽく。助けて。あの声、今回は前みのりの負担がでかいです。よろしくね。ちょっとね、毛色を変えて順番を、ね、入れ替えてみたんですよ。なんで今日は誰からですか。はーい。バイノーラルに途中で気づいたら。あ、バイノーラルだったと思う。確かに途中で気づいた。最初から小声でやればよかったよね。ちょっと失敗したんですけど。じゃあタイトルちょっといい感じに。あ、なるほどな、いいね。右と左から、ね、どっち、右と左の差があるのか。じゃあ行きます。マイベーベー。ちょっとお前うるせえよ。うるせえって。右から笑われたんだ。なんか耳の中が痛そうね。あれ、いやいや、言われたくない。二人、ゲーム実況の二人に言われたくない、マジで。めっちゃ痛い。やりません。え、ワンモア行きます。どうぞ。マイベーベー。いや、ボリューム難しいなと思って。意外と聞こえるんですよね、小声でも。まるまるな話。イエーイ。じゃあ
ゃあちょっと誰かみるちゃんもやってみて、うん、何をタイトルコーナー、タイトルコーナー、うん、マイベーベーの丸々な話、マイベーベーの丸々な話、え大丈夫ぷもぷよぷちゅん終了この回はもう終わりますというわけでね、今週は以上になります。バイローラルでお会いします。バイローラル初めて3人ですよね、多分確かね、そうそうそう、やったことないんじゃない、ツヤちゃん。多分さ、リスナーというかみんな聞いてるみんな的の気持ち的にさ、みんなが真ん中にいて三方向囲われてマイベーベーがずっとブワー喋ってるみたいな超うるせえじゃん囲って喋ってる、超うるさいじゃんいやいや、恐喝かマイベーマイプリのラジオかどっちか二択じゃないかな、そんなことあるそんなことない、みんな幸せだよね、うん、3人に囲まれてるんだから、うん、そうだよね。ただなんか下から聞こえるから、私たちなんか声が高いか分かんないんだけど下から聞こえるの、下から聞こえるの、多分なんかこれ耳だよね、うん、なんで多分声がなんか、うん、こっちの方向で、そう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 、なるほどね、宙に浮いてるみたいなあさ、まだ企画1回行ってないじゃん、やばい、もう6分経ってるバイノーラルで、遊びで巻きます。はい、この企画はですね、うん、今までね結構やっぱ散々ゲームのコーナーが多かったと思うんですよね、いろんな、ね、確かにやったり、うんうんうん、やっぱゲームはゲームで楽しいんですけど、うん、フリートークってやっぱそのゲームの部分ってそんなに少ないから、うん、フリートークを頑張ろうかなっていうわけで、このね私が用意した、あとつやちゃんとみるちゃんも入れてくれた、はいはいはい、くじがありまして、この中にお題が書いてあって、うん、それを引いた人から順番に、うん、その人を中心にそのお題についてフリートーク、もう何でもいいです、その書いてくれたお題に絡めた話だったら本当何でもいい。まあでもフリートークは重要だからね。そう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 、重要ですね、重要だ。初めてがずっと私のこと見てるんだけど違うよひどいじゃあさ、マイクに向かって喋ってんじゃん、萌石のことあんま見づらいのよ、マイク喋ってると、うん、やっぱ見ちゃうだけ。それを祈りますそれを祈ります大丈夫、その子だから。誰から、誰から行きます。じゃあもう、チェリー、うん、いいよいいよ、やっぱちょっと待って、これも倍にもらうじゃん。おぉー、そうか、でんてでん、なんだ、2つあった、ちょっと待って、もうやり直そうまさかの、やさかの、かぶってたな、はい、混ぜて、はい、いこうかな、オッケー、オッケー、じゃじゃーん、土曜日それではつやさんのフリートーク始まりますね。あ、土曜日か、うん、じゃあ今ちなみにこのラジオ撮ってるのが2月の12日水曜日なんですけども、もうこの間の土曜日何してたかみたいな話しようかな。いいね、あ、プライベートの、うん、この間の土曜日つや普通にお休みでした、1日。すごい、いいじゃん。じゃあつやちゃんの一日のスケジュールが、今日分かるってこと、いいね、オフの、マジで、オフの日のつや姫、知りたい、ね、朝9時に起きる、意外と健康的じゃん。そう、つやね結構ちゃんと起きるよ。朝9時に起きてゲームまあまあずっとゲームしてた想像してた通りじゃん、まあ、それはさすがだね起きて、何のゲーム、デッドバイデイライト、さすがだね、さすが、お昼、もう夕方かな、もう3時15時ぐらいまでずっとぶっ通し一人で、キラガをずっとやってて、で内緒の情報あります、内緒の情報知らない情報一日のみんなが知らない情報、みんなの知らない情報、新しいつやちゃんの情報ってこと、そうそうそう、え朝、え何時、何、えご飯何食べたとかあのね、この多分土曜日かな、土曜日にねシャンプー切れて、その日だけボディーソープで頭洗いました意外買いに行かないの、でもあれあるあるあるだね、うん、分かる、いや私もやりますマジかよ、嘘なんでそこで人をすんのマジで、同意得られると思う
ではない。たまに1日ぐらい行くかみたいな。なんかストックがあんまり、じゃあ2人とも置いてないってこと？そうだね。ツヤはなんかまあ家族みんなで使ってるやつもあるけど嫌いなの。まさかの、あ、自分だけのやつがあるのね。 そうそう、それがなくなったから。キューティクルもね、なんせ。まあ確かにキューティクルもちょっと、でも今日はなんかそのなくなったからみんなのと使うよりかはもうなんかボディーソープの方がいい。ボディーソープの方がキューティクル死にそうじゃない？どっちかっていうとみんなの我慢して使った方が良かったんじゃないの？まあまあまあ、そういうことが。まあしょうがない。土曜日です。土曜日、いい土曜日だったね。もしかしたらそれ日曜日だったかもしれないけど土曜日だったかもしれない。あやふやな土曜日。イエーイ。土曜日だってみんな覚えてる？今週土曜日何してる？この間の、やばい、全然私ね本当記憶がないんだよね。え、待って、今週あ私温泉行きました。あ、そうそう、あの雪の中の温泉めちゃくちゃ綺麗でした。雪の中、福島。そうそう、めっちゃ綺麗でした。いいね。寒かった？寒い。え、なんで笑ってんの？めちゃくちゃ寒かった。ちゃんの顔見てめっちゃ笑ってた。なんで笑ったの？お父さん人の顔見て笑うの？すぐ笑うんだもん。どういうこと？ごめんごめん、何してたの？え、土曜日全然思い出せないけど、多分ね基本的に私も休みだと思うんだけど寝てるんだよね。寝てるかずっとアニメを見てるか。遅いもん聞いてるじゃん。朝5時につぶやいてるし。寝てるか。最近なんだっけ、そう、最近ずっとヒーロー、僕のヒーローアカデミアを見てる。あー、いいねいいね。その、ね、なんだっけ、いいじゃん今、4期ぐらいか、4期をずっと貯めてたのを今ずっと一気見せて。へえ、いいね。めちゃくちゃ面白いじゃんと思って。おー、見せる。いや、めっちゃ面白いなと思って、見てる？見てない？まだ見てないんですけど、最近おすすめされたバナナフィッシュ始めました。そう、今見てます。やばい、絶対好きなんだよ。そう、2人ともが大好きと聞いたので、見てます。漫画からずっと読んでる。すごい面白いよね。そうそう、めちゃくちゃ、いや、かっこいいです。オタク。いやでも本当にかっこよくて、もう誰が好き？めっちゃマッシュ？待って、誰？名前なんだ。エイジ。あ、私もエイジが可愛いと思います。の方誰だっけ？ああ待って、名前だらけ。わかるわかる、こうやってる。名前忘れちゃった。いいホームで、ユー。あラブもね、なんか
もし読みたい人がいれば読んでいいですよとね、なんか本当に私もね、あの、うん、たまに読みます。え、意外そうそうそう、マジで、そうそう意外な事実じゃん、新情報だよこれ、みるちゃん。またはなんだろう、あの、うん、なんかどんな漫画の中で少しだけボーイズラブが入ってるとかも、なんか私の大好きな漫画で、新字同盟クロスという漫画があるんですけど、 そ、ね、 そ、 ね、そこでなんかあのこの2人すごい好きで、あのマオラと、待って難しいんだけど、あの、いや、すごい好きで、でもカードキャプターさくらも入ってるから、あー、そっかそっか、ねえ、ちゃんとか、確かに、そう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 、え、2人どう思います？え、めちゃくちゃ好きそれさ信じられないぐらい好きだよやつらもさ、喋言ってもない、喋りもしないけど、めっちゃ読む、へえ、そうなんですね、めっちゃ読む、え、嬉しい、1万冊以上読んでるやばい、え、じゃあボーイズラブのなんか漫画クラブとか作ろう、うん作ろう作ろう作ろう、おすすめとか聞きたいよね、だって1万冊読んでるんだからさ、ね、いや、なんだ、でもなんか、あ、ミルキーには吉永文さんとかのやつ読んでほしい、昨日何食べたら、あ、そう、昨日何食べたとかの先生、吉永文さん、まあ、この方のやつは結構意外と、ふみさんと、あとちょっと名前がすごいけども、あの、おげれつ田中先生っていう方がいて、どうやって書けるの、 おげれつ田中、おげれついいねだね、うん、田中、でも楽しいやつだもんね、そうそう、うん、このこれ読みやすい、入り口として読みやすい、ではでは、うん、読んでみます、うん、おすすめ教えてほしい、カーストヘブンとか、あ、及川さん、小川さんか、小川千世さんだっけな、うん、と、あと原田さんの、あ、めちゃくちゃ好きお原田先生大好き、お原田じゃ、お原田じゃない原田みゆき、原田先生は結構、先生なかなかやばいと思う、うん、あ、いや大丈夫、ハードでも大丈夫先生とかで最近ハマってるみたいなのとかある？あー、いやー、どの先生が一番好きって特にないけど、その小川千世さんのは全部持ってるかな、ファーストヘブン持ってるし、そうだね、その先生のすごい好き、なんか砂漠の王子様の話とかもすごい好き、すごい、なんかね、怖いねこういう話ができて嬉しいねでね大丈夫、これ電波乗るとか YouTube 乗るけどえ、ちなみになんかさ、例えばさ、ボイミルキーはさ、ボーイズラブでこう好きなシチュエーションとかあったりするの、こういうシチュエーションのやつ、壁ドン少女漫画じゃん、少女漫画じゃんなんかなんだろう、なんか一人がすごい、なんだろう、なんか強いっぽくて、なんか、あんま、なんかあんま喋んないんだけど、なんか他の一人が、なんかちょっと なんだろう、ふわふわな感じで、それいいなと思ってます、あります、ありますか、こういうシチュエーションは日本語で言葉ありますぜひボーイズラブ図書館あります、こちらご用意あります一致しました、ミルキーさんのお探しのもの一気に一致しましたよかったちょっとまたおいおい後ほどねお伝えします、あ、めちゃめちゃ面白い、新事実だった、好きだと思わなかった、つえちゃんはしてたけど、そう、なんかリスナーには言ってないけど、なんかそうちょこちょこ話をちょいちょいしてたけど、ベルちゃんが好きなの、いや、好きだよ、ガールズラブも好きだよ、どんどん夏はもうなんかそのLGBT の壁が特になくって、ボーイズラブも読むし、もちろん少女漫画も読むし、ガールズラブも全部読む、どちらかというと、なんだろう、あんまり違うこととは見えないっていうか、ね、恋愛漫画としていいってことだよね、うん、わかる、いい話だったね、本当にいいですね、お前の方がいい話だったね、確かにみんなもね、つやちゃんのおすすめ読んでください。ちょっとタイトル
降るとき。カーストヘブン。はーい。じゃあ次行きよ。いけるかな。なんだろう。あ、惜しい。あ、いいじゃん。よかったじゃん。よかったじゃんってどういうこと？なんかいつも推しの話してるじゃん。話してるね。私はもうね、ずっと配信でも言ってるんですけど、うん、ハニーストラップのパトラさんの ASMR がめちゃくちゃ好きで、ハニーストラップ、そう、あの方の ASMR はあの方のいや、ね、本当にすごい内容がすごいよね、あの本当にもうめちゃくちゃ好きで、うん、あのいろんな ASMR を聞いてるけど、その、うん、やっぱりその本人も言ってらしたんだけど、そのやっぱり彼女としてやってるって感じがすごいよね。そう、その感じがすごいの。マンツーなんかさ、やっぱリアルタイムでしかもやってるのね、あの ASMR のライブを。その時に3000とかさ、やっぱ視聴者がいるわけじゃん、うんうん、でも聞いてても、もう1対1の世界に入れるんだよねパトラさんなるえ、そうそう、パトラさんが、あ、そう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 、聞いてみたい。そう、あとまぁちょっとなんか、ちょっとエッチみたいな、ちょっとわかる気持ちになれるところがもうね、もう全ての男子の心をね、まあ、得てるなっていうね本当に上手だと思う。めっちゃうまいよね。あともう、うん、ASMR が好きだからなんか結構命かけてるってずっと公言してて、そのパトラさんが、うんうんうん、ASMR ね、だから機材とかもめっちゃすごいの用意してるし、なんかそのシチュエーションとかでその森とかのそのせせらぎとかを本当に取りに行ってるんだって、森にまで、でそこの本当現地の音を取りに行って、でもなんか格好とかその材料、あ、機材とかがすごいから旗から見たら何してるんですかみたいな感じになってるけど、ガンマイク使ってるから、そうそうそう、でも本当にもう外のあの自然の音声を自分でもこう録音して、実際にみんなに提供して、川のせせらぎと私の声とそのマッサージとみたいなの、もう癒しのなんかそのレベルが超高くて、いやその熱意も伝わるから、なんかどんどん音フェチなんだろうね。あ、そうそうそうだと思う。なんかあとはやっぱ奉仕の精神がすごい、みんなを癒したいみたいな、なんか結構さやってみたいなことを言われるくない？ ASMR、 そう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 よね。でもなんか私なんかも絶対笑っちゃうし、みるちゃんは笑ってないからすごいなって思うんだけど、でも笑っちゃうときもあるよ全然あのさ、みるちゃん聞いたんよ一回、いや鼻いちゃぼそんなこともありませんパトラさんは耳ボホボホしてるね面白いや面白かった面白いそれはそれでいいっていう人がいるかもしれないかもしれないねそれぐらいなんかその ASMR がもう超すごくて、いつも話をしてる配信でパトラさんの、今日もパトラさんよかったみたいな、今日もパトラさん、もう今日もパトラさん聞いて寝るしみたいな、うん、毎週月曜日24時からやってます、うん、みんなも聞いてね、そういうね24時、そうそうそう、そのちゃんとみんなの寝る時間からみたいな、わ、合わせてちゃんとマジ寝かしにかかってるみたいな、もうほんと悲しいことにね、前は木曜日だったんだけど移動しちゃって自分の配信と被ってるっていう、うんうん、アーカイブあるからね、アーカイブあるね24時までに終わらせろ間違いないおかしいんだよ、こんなね騒がしい頃に24時まで配信してること自体がおかしいね。はい、じゃあ次まだやる？もうちょいもうちょい、なんか、え、何これ、キャベツっていらないいらねえだろ、キャベツなんてタイトルいらねえだろいらねえだろいらねえだろって、いや、キャベツについて最近面白いこと聞いたんですけど、あるんかあるんかいあるんかい、聞きたいなんか日本で男性の3種類があるんだって、うん、聞いたことあります？ないなんか肉系と、あ、装飾系とキャベツロール、あ、ロールキャベツ、そうそう、あれ知らなかった、あれだよ、装飾の皮をかぶった肉食みたいな、あ、そうそうそう、なるほどね、なんでなんかキャ、あのロールキャベツだとなんだろう、外が柔らかくて、うん、だけどなんかすごいなんか性格の中がすごいなんか強くて、うん、なんかなんだろうね、自信持ってるとか
という意味らしいです。まあでも確かに、なんか、持ってるとか見た目装飾系ですげえガツガツいく男性いるみたいな、なんか見た目の詐欺じゃんみたいに言われてあったあったあった。どう、いい感じ、そういう男子。肉食は何、グイグイ来るってこと？そうそうそう、グイグイ。装飾はグイグイ来ないってこと？そう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 、なんかもう酔ったから休憩しようよ、ほら肉食俺ん近いからさ、装飾はなんか、あ、どうもみたいな。はやー、だからじゃあ私装飾かな、自分から行けばいいってことか。自分から行けばいい。あ、なるほどね。ロールキャベツは、いや、いいよ、大丈夫だよって言ってきながら、なんか、あ、もうなんかその自分のテリトリー範囲に来たなと思った瞬間、バーンって。難しいね。でも、自分が、私もガツガツ行きたいタイプだから、装飾でもいいし、ちょっと肉食はきついかもしれない。なんか、ぶつかる。わかりそう。ぶつかるな、みたいな。ゴーゴーゴーみたいな感じ、私もゴーゴーゴーみたいになっちゃう。そう、肉食肉食でゴー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 って間違いないし、イノシシみたいな。そうだね。だから向こうの肉食も多分求めてなさそうじゃん。やっぱ可愛い可愛い、おとなしい感じをやっぱ狙っていくんじゃん。いや、話始めたのミルちゃんなんですけど。なんで二人がスンとしちゃうの？いや、なんか多分思ったのはへえなんて。次。ごめん。なんかある。じゃこれで終わりにしようかな。せーの。バレンタイン。そうね。このラジオが公開される日が、バレンタインの2日後。え？そうだね。え？ちょっと終わっちゃってるんですけど、悲しいからね、そう、ちょっとおめでたおめでたいことに、コンプテイクに乗りまして、いやー、おめでとう、言わされた。買いました、ありがとうございます。でね、コンプテイクがバレンタイン特集で、これスタッフさんとも話したんだけど、バレンタインの思い出のインタビューがあったんだけど、マジで本当に一つもないな、どうしようみたいな、ちょっと音をちょっと私とスタッフさんで、ちょっと本当にどうしようみたいな、萌めのりさん ないですねみたいな感じになっちゃって、もうすごい絞り出した答えをコンプティークにちょっと載せてるんですけど、読んだんよ。さ、すげえ短い。インタビューはピンクだったか、なんかピンクのフォントだったじゃん、色が。で、なんかピピッ次の表紙いけたよね。早っと思って、いや本当にね、びっくりするぐらいなくて、だから2人がエピソードあればね、ここでぜひ披露してほしいなと思うんですけど、どうですか？いや、私チョコレートしか覚えないね。なんか友達からもらってた美味しいチョコはいつも覚えてるね。なんか作ったりしないの、ミルちゃんは？あ、たまに作ってます。前はなんか動物の形のチョコを作りました。めちゃくちゃなんか美味しかったんだけど、動物の形ではちょっとね、ふわふわになってしまいました。あんまり動物の形ではないみたいな。出来上がりがちょっと、あれ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 、ちょっと期待とちょっとね、あんまり合わなかったみたいな。作ったりするんだね、いいね。そう、と友達のみんなにあげました。かわいいエピソード。じゃあ、ズヤちゃん、なんかある？ズヤはですね、最近は全くない。何にもない。中学校とか高校も。でも、小学生の時にはありました。それ聞いて終わるか、聞きたい。いや、なんかもう、小学校の時に、なんかまあ、名前出しちゃうとあれなんだけど、セカンドライスの何丁目？セカンドライスの、セカンドライスで久保くんって呼ばれてた。セカンドライスのね、久保くんっていう子がいたんだ。でもね、サッカーやってた気がするんだよね。久保くんっぽいね。背が高くさすが久保、背が高くてスッとした子で、スポーツ万能だみたいな、結構なんか、まあ
みんなから人気かっていうのクラスでそんなになんかその 2,3 番目ぐらい、あでも人気だ、人気だね、 3,4 番目ぐらい、人気人気人気、そう、それだけどなんか渡したいなって思ったのよ、かわいい渡したいなって思ったんだけど、うん、なんかすごい、ま、迷ったというか、あー渡すかどうかで自分が作ったなんて自信ないから、うん、コンビニで買ったのよ、なんか500円ぐらいの、なんかチョコの詰め合わせみたいな、まあ、バレンタインだからさ、バレンタインシーンの青い、まあね、青い包装紙のなんかでそれを渡すぞってなったんだけど渡せなくて、なんかどうしていいか分かんなくて、まだ持ってる？いや持ってるそんなわけねえ、クマくんにあげましょう、いや腐ってるでしょ、食べるわ、ね、食べるわ、でまあもちろんお菓子を持ってきちゃいけない学校だったんだけど、あそうね、なんか本当私だけどうしようと思って、なんかもういいやって思って、なんかもう自信もなくなっちゃって、うん、もういいや、なんかいじけちゃって、放課後なんか帰りにこう教室でその小僕のために買ったチョコレート自分開けて食べようと思って食べたの、うん、したらたまたま小僕くんが教室戻ってきて、え何してんのみたいな、すごい言われて、なんかあ、うん、なんかチョコもらったから食べてるって、久保来たあ、久保くんが、いや俺今年バレンタイン1個ももらってないのに、なんでツヤもらってんだよみたいなこと言われたのよ、なんか、うん、みたいなさ、誰からもらったとか言えないよ、誰からもらったのとか言われても、うん、秘密とか言ってたの、ちょっと1個ちょうだいよって言って、なんでみたいな、1個もらったら俺今年のバレンタイン1個もらったことになるじゃんって、かわいいな、久保くんじゃあどれがいいってあげて、1個あげて、久保くん肉食系かな、一緒に教室食べて、でも、うん、なんかその時なんか好きだなって思ってても一生言えなかった、それはかわいい、切ないすごい、なんかバレンタインの思い出はほんとそれしかない、あるじゃん、めっちゃいいじゃん、いいな、その後もう何にもないの、久保くんとは全く、ないね、中学校の途中でね、あのちょっとセカンドライスの地方が変わった場所に行っちゃったから、あその時までずっと好きだった。割と、まあ、言いたかった、言いたい、ね、ちゃん、そう言えないで、ね、つやそのあ意外と、あじゃあつやちゃんは全然草食女子じゃん。草食女子。そうなんかあのさ、みんななんかのこう配信とかで好きって言うとかそういうのさ言えんのよ。いくらでも。でも本当に。偽物だからそうって言ってたじゃん。そうって言ってたじゃん。でも偽物というか、ちゃんと本当になんか好きのベ違う、まあ、ベクトルが違うよね、ベクトルが好きは大丈夫、へー、ね、すごい、あでも切ないんだけどちょっと嬉しさがあるっていうか、うん、なんかすごい、めっちゃいい思い出だったね、いいね、うん、私も先ほど小学校のやつを思い出したんですけど、あるんかい、いやでもあのなんかあの久保くんじゃなくていい、セカンドライスの何がいいですか、マックスくんにしようか、オーケーオーケー、あの小学校の時にねあのマックスくんになんかちょうどねなんかすごい綺麗な花がなんか駅の近くに咲いていて、マックスくんに持ってきようかなと思っていて、マックスくんに好きだよとあげたら、犬かよ、いやあのマックスくんにあげたら、うん、いるんだみたいな、なんかあの断られたのフロアにあの落としたって、ポイってそうそうそう、となんかあの足でポンポンって、ひどい、マックス出てこい、でも違うって、小学生でしょ、小学生そっち系ね、素直じゃない子なんだよ、本当に嫌いだったら話しかけられても話さないもん、でもなんかわざとこうなんか傷つく感じ、衝撃を与えたいっていう、そうなんだ、なんか私のこと嫌いだなと思ってマックス本当はじゃあ言えなかったの、せっかく本当は欲しかったけど、なんか欲しかったっていうか嬉しいって気持ちを素直に言うと恥ずかしいみたいな、やっぱちょっとね小学生の男子はやっぱね照れくさいところあるよね、ちょっと皆さんも良いバレンタインお過ごしになりますようにおかしいだろ、締めは急だしおかしいだろ、思ってる時間過ぎて、確かに確かに、ごめんなさい、大丈夫大丈夫、まあまあ、6
しかった。6分ぐらいやったからね。そうやってた。そうそうそう、うん、でもねかなり今日は盛り上がったフリートークだったと思う。楽しかった、ね、楽しかった。ありがとう、ね、フリートークたまにはいいね。そうね、一応ゲームしてるからね。もうゲーム本当皆さん私いやいやゲーム企画ばかりですね。いや大丈夫、楽しいんだけど、ま、巻きやすいからさ、うん、いやそっか私も巻きやすいんだけど次回はミルちゃんになっております、はい、どうぞ、ぜひ楽しみにしてくださいね。というわけで以上マイラジオでした。せーの、マイバーイ。マイバーイ。マイバーイ。